尾崎きとしじゅんおざきと1923年1月31日は、幕末の伊勢亀山藩士、明治期の内務官僚。幹線岐阜県知事、近景官志向。救命、公平。伊勢国鈴鹿郡亀,亀山公が室で、亀山藩士の家に生まれ、藩校で学問を収めた。慶応4年7月2日、笠松県藩士に就任。 明治2年9月25日同正参時、明治3年4月5日、同大参時を経て、明治4年11月22日、笠松県が廃止され、岐阜県県3時に就任。1873年12月28日、村田市、ことぶきご霊の転任に伴い参時に昇進し、岐阜県庁の責任者となる。1875年7月19日、御礼。霊。 1878年7月25日、県令に昇進。1886年7月19日、地方間完成改正に伴い、岐阜県知事となる。1879年、県会が開設されると、飛田選出議員の山岳派と美野選出議員の水場派の対立が激しくなった。山岳派は道路、橋梁費の増額を主張し、水場派は治水。 定防費の増額を主張した1880年、地方税規則改正により、定防費が官費から地方税の支出に変更され、日田の地方税が美濃の地水費に支出されることに対して、山岳派の不満が高まった。尾崎は、日田川の西岸総代の関係方面への陳情に便宜を図り、地水費と道路、橋梁費の均衡を保つなどの政策を行った。 1891年10月、農美地震により大きな被害がもたらされ、翌11月、臨時見解が開催された。その開会中の同月24日、震災救済同盟が岐阜西別院で小崎知事批判の集会を開き、その鎮圧のため警官隊が抜刀したことにより、多数の負傷者が発生した。また、1892年の見解で県の 被災者救助の支出に不正があったとして決算が不承認となり、1893年に震災復旧工事の疑獄事件が発生した。このため、1893年3月22日、知事を遺顔免本館となり退官した。1894年、東京に移り国民協会に入会した。1897年12月28日、 近景観志向を仰せつけられる。1923年、旅行中の神戸で死去した。長女の茂子は佐藤三吉の妻。三女の栄子は菅川清の妻。四女の秀子は沢山清八郎長男、北寺の妻。娘の中子は長田周東の妻となった。文才に恵まれ、文芸クラブに小説が掲載されたほか、周東の と何六の口実代筆を行った。1875年、東京神田の古書店で美の葉の廃所を見出したことをきっかけに、その復興に努めたことから、尾崎の知事退任時に廃団各社が送別の区会を開いている。ありがとうございます。